何を塗ったん顔に。肌水？ああ、色気づいちゃって。アイロンするん。指大丈夫そうじゃん。あ、お前。小指立っとる。父さんみたい。いつまで TikTok ショーですか？もう行くよ。もう家出るよ。バンドしてないから弁当がない。アジュ行ってくるね。また夕方ね。バイバーイ。あ、鍵閉めてなかった。ちょっと鍵を閉めてきます。よし行こう。取られてなかったよ。うん、よし。 OK、 ベルトした？行きますぜ。よいしょ。さあ何時に学校に着くかな。骨折しとるかね、やっぱね。痛い？曲がらん？あ、ぷくってなってる、やっぱ骨折しとるかもしれんな。これ上当たらんよな。これ上当たるんじゃない？これ大丈夫？ほんまに？ちょっと心配になってきた。うん、大丈夫。ちょっと待ってよ。もう一回まっすぐつけるわ。お、到着。よいしょ、行ってみよう。こう？やばいね、痛い、曲げたら。よし、よかったよかった。よし、学校行こう。閉めます。
無理せずやるんよ、無理せずやるんよね。給食当番も男の子にやってもらい。 OK。 はーい、お父さん、行きます。はい、いってらっしゃい、タッチ。はい、じゃあね、バイバイ。はい、走ってこい、あっちで。はい、走ってこい、よいどん、バイバイ。じゃあね。はい、無事、次女の方が学校へ行きましたね。よかった。なんかちょうど2時間目のね、体育の授業で、息子もね、グラウンドを駆け回ってましたけど、はい、よかったです。まあ、やっぱりね、いや、最初見た時に紫にすごい腫れ上がっとったんで、これほんま、ひびとか骨が折れたかなと思ったんですけど、まあ、レントゲン撮ってもらって、何事もなくね、骨も綺麗ですよ、ということで、湿布を貼ってね、まあ、安静にさせてくださいと言われましたんで、まあ、バレーの練習もね、当分はボールを扱うね練習はちょっとね控えてもらうようにね、コーチの方にもお願いして、やろうと思いますけども、ね、やっぱり安心ですよね。病院取ったら、ね、ちゃんとレントゲンも見てもらえますし、安心ですよね。うん、よかった。はい、あ、今日忙しいかな、仕事もね、毎回こうやって何かあればね融通聞かせてもらえるんでね、本当助かっております。はい。まあね、男のね、親だから、女の親だからというね、時代はもうなんかね、遠い昔のようでね、ほんと。うん。女親じゃけ、まあ、ね、仕事休んでから子供をね、連れて行かないけんとかいう、もうそういう時代じゃね、なくなってきてますんでね、ほんとね。やっぱりちゃんと、ね、男親も、こんな感じでね、仕事休んで、ね、ちょっと時間を取ってもらっていくっていうのもね、そういう時代になってきてますからね、ほんとね、まあうちの会社ほんと融通聞いてくれるんでね、助かっております。はい、じゃあ今時刻が9時50分。はい、ね、10時過ぎには会社に着くかな。はい、まあ今日もね安全運転で、やっていきたいと思いますんでね。はい、また明日仕事動画といいますか、はい、広島の風景、いつもの動画をね流していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、でご視聴ありがとうございました。また次回の動画で元気にお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。